え、フレアちゃん今暇なの？みたいな、暇だったら喋ようよと思って声かけたんだけど、ミーティングの待ち合わせの場所間違えててみたいな、でもおかゆ先輩と喋りたいからミーティング終わったらお話ししたいですって言ってくれてお話ししたんだよね。そうでもフレアちゃんがそのドジっていうか可愛いねドジをしてくれたおかげで、でも今日すごい久しぶりにね話せたから、そう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 だよ。フレアちゃんがね、おかゆ先輩マインクラフトやらないんですかって言ってくれててね、みたいな、マイクラ最近全然やってないやって言ったら、アップデートとか来てすごいいいですよって言っててさ、僕でもどこにもさ就職してないんだよねっていう話しててさ、おかゆ先輩はどっかの建設に入りたいとかありますかって言われて、そりゃ知らぬい建設所って知らぬい建設所って言ったら、本当ですかって言ってて、でも知らぬい建設地下ないですよって言ってて、地下ないの、でもあったら入りたいなって言っといた僕は地下じゃないとダメなんだよねってそう言ったそう、知らぬい建設に地下ができたら面接してもらおうかな、そうそうそうっていうね、あのお話をしてました今日はねということで、スッパチアートを読んでいこうかなと思います。みんないつもありがとう、ありがとうね。ラズさんありがとう、アイムクレードさんありがとう、Kさんありがとう、紅茶コーヒー糖のハイさんありがとう、